皆さんこんにちは、マリアです。さあ、今回の内容はこちら。どうなる星組別箱公演、勝手に妄想配役ということで、いやね、皆さん9月の星組別箱公演、バッホール公演と全国ツアー公演、それぞれね、出演者が決定いたしました。そこでね、もう振り分けも分かったので、それぞれの作品、どういう風なね、配役になっていくのか、私が勝手にね、予想していきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんもね、配役予想しながら楽しんでいただきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい。ということで、まずはこちら。バーホール公演、ベアタ・ベアトリクスですね。こちらの公演からね、ちょっと配役見ていきたいと思います。この公演は、演出家の熊倉明日香先生デビュー作ということで、さらには、極みしんくん、バーホール初主演の作品となります。嬉しいですね。もうファンの皆さんもね、どんなにか心待ちにしていたことか、私もね、本当にぜひ見たいなと思うぐらい楽しみにしています。で、現在ね、この作品に関しては、主人公のロセッティ、極みしんくんの役しか発表がされていませんが、まあ、ストーリーと、あとはね、その登場人物の名前とかも発表されていたので、そこから私はね、配役を予想していきたいと思います。で、この極みしんくん演じるロセッティという役が、まあ、画学生ということで、絵を描くね、学校に通っているイギリスロイヤルアカデミーに通っている生徒なんですよね。で、このロセッティの創作仲間というものがね、あります。で、その創作仲間が2人いて、これを誰が演じるのかっていうのをね、ちょっと予想してみました。で、まず、エバレットを演じるのが、この方。アワトカノンくんじゃないかなーって勝手に予想しています、私的には。はい。で、まあ、エバレットという役が結構ね、ロセッティにさらに近しい人物なのかなとも思いましたし、そのロセッティの人生とか、その恋愛模様により深く絡んでくるような人物なんじゃないかなと思ったので、まあ、この役がアマトカノンくんなんじゃないかなと思っています。で、まあね、ここに来て、やっぱり極みしんくんのバーホール主演で、アマトカノンくんがそれをしっかりと支えていくっていう姿が、私的には見たいと思ったので、これはね、ちょっとアマトくんに頑張ってほしいなって思いました。はい。そしてもう一人の創作仲間、ウィルを演じるのがこの方、青海サリオくんじゃないかなと思っています。あくまで予想ですよ、皆さんね。今回はね、勝手な予想なので、ご了承くださいね。で、まあ、この3人で、こう、切磋琢磨しながら創作活動をしたりとか、あとはこう物語が進んでいくんじゃないのかなと思っているので、まあ、重要な人物としてこの3人が上がってくるんじゃないかなと思います。そして、まあ、ロセッティの恋愛に絡む女性ということで、2人ね、登場人物が出ていました。で、まず、最初にね、恋に落ちる帽子屋で働く娘ということで、リジーという役があります。で、このリジーを演じるのが、この方。水野ゆりちゃんじゃないかなと思っています。でね、まあ、リジーという役が本当にね、最初にこう重要な役だと思うんですよ。このリジーをエバレットがモデルにね、して描いてるんですね。で、この作品が、できたことによってどんどん歯車が狂っていくっていうことなので、もしかしたらその最初に恋に落ちるんですけれども、ロセッティとリジーは最後まで恋仲っていうことじゃないのかなと思ったんですね。で、そこで、さらに出てくる、ジェインというね、こう、芝居小屋の女優というお役がいました。で、このジェインを演じるのが、この方、小桜ほのかちゃんじゃないかなと思っています。なので、まあ、リージーと最初に恋愛に落ちる、恋に落ちるんだけれども、その、よりね、溝がこうできてきてしまって、二人の仲が歯車が狂ってきて、次に出会うジェインという役がもしかしたらヒロインなのかなっていうふうに思ったんですよね。なので、まあ、ヒロインとして小桜ほのかちゃん、で、サブヒロインとして水野ゆりちゃんかなというふうに、私は勝手に、はい、予想をしましたが、皆さんいかがでしょうか。まあね、ちょっとね、娘役に関しては、瑠璃華香ちゃんも出演しているので、この辺ね、どう絡んでくるのか、またどういうふうな役をやっていくのかなっていうのも楽しみではありますし、なんせバーホール公演組、若いんですよ。で、今回広川優さんがもうバー組の組長ということなので、いやー、ちょっとこの若いメンバーでね、どういう作品になっていくのか楽しみにしたいと思います。はい。さあ、そして続いて紹介するのがこちら。全国ツアー公演、モンテクリスト博ですね。で、この公演はね、もう私は空組公演、大木かなめさん、三崎りおんちゃんの時に劇場で拝見していますけれども、とっても私的には大好きな作品で、中でも三崎りおんちゃんに関しては私、みりおんちゃんの役の中で一番この役が好きだったんじゃないかって思うぐらいに、本当に魅力的なね、役だったんですよ。なのでこの作品をもう一度見れるっていうのがとってもね、楽しみですし、まあ、これをね、星組で見れるっていうのが本当に楽しみで仕方ないです。で、現状、配役として発表されてるのが、エドモン・ダンテス演じるのがレイ・マコトさん。そして、メルセデスを演じるのが前空ひとみちゃん。このね、二役だけが発表されています。で、まあね、この他にも本当に重要な役があるので、これを誰がやるのかっていうのをね、私は予想していきたいと思います。で、このエドモン・ダンテス、主人公のね、ダンテスは、将来有望された航海士で、でもそのダンテスは身に覚えのない罪を着せられて、もう無実の罪ですよ、着せられて、終身刑として投獄されてしまうんですよ。で、どうして投獄されたのか、なんでそんな目にあったのかっていうのが、まあね、この物語の核になっていくんですね。で、その投獄されて全てを失ったダンテスが脱獄して復讐をしていくっていうお話なんですね。なので、この復讐をする相手というのがいるんですよ。で、この復讐される悪役三役、もう三人の悪い奴がいるんですけれども、これがね、もう重要なんですね。で、誰が演じるのかっていうところで、まず、貴族の御曹司、まあ、メルセデスの後のね、旦那さんになるということで、メルセデスを奪うわけですよ、結局ダンテスから。で、奪うために、そのダンテスに罪を着せて、そのね、島送りにして陥れたっていうことで、このまずフェルナンにね、復讐をするんですけれども、このフェルナンを、この方、暁知世さんじゃないかなって私は思っています。で、これ当時、朝香真人さんが演じていた役で、まあ、ね、2番手さんの演じていた役で、今回星組に来たアリちゃんが、やっぱりこの役を演じるんじゃないのかなっていうふうにね、私は予想しました。で、すごく重要な役ですけれども、まあ、本当に嫌なやつなので、この嫌なやつをまたアリちゃんがね、どういう風に演じてくれるのか楽しみですし、星組に来て、がっつりと、こっちゃんやなこちゃんとね、お芝居で絡むところをもう早く見たいなので、この役はね、演じてほしいなと思っています。そして、2人目の悪党。こいつがですね、こいつと言っちゃいましたね。この人がですね、ダングラールという役ですね。で、これは、モレル海運の会計士の役で、まあ、当時私の同期のユーミヒロが演じていて、もうともちんが本当に嫌なやつって思うぐらい嫌なやつだったので、この役を、こちら、瀬尾ゆりやさんじゃないかなっていうふうにね、思っています。瀬尾っちがね、あんまりすごく嫌な悪党の役を演じるってこと、今までなかったじゃないですか、そんなに。なので、これね、ちょっとどういう風に演じてくれるのか楽しみですし、ぜひこの悪党のどれかに入ってほしいっていうのが私の願望です。はい。そして、まあ、ビルフォールという、検事の役ですね。こいつもだから、結局無実の罪をね、なすりつけるのに加担した一人なわけですよね、検事として。これは、蓮見優也さんが当時ね、演じていらっしゃった役で、この役を、こちら、綾木ひかりさんじゃないかなー私は予想しています。なので、まあ、悪党3役を、アリちゃん、で、セオッチ、で、赤さん、この3人が、まあ、どれかをやるんじゃないかなっていうふうに思っていますし、期待もしています。はい。で、ベルツッチオというね、役があって、この役が、まあ、後にダンテスの家来になる役で、まあ、海賊の一味なんですよね。この役が当時、小月斗真くんが演じていらっしゃった、まあ結構重要な役になってきますし、ダンテスの近くに常にいるような役になってくるので、これもしかしたらセオッチなのかなとも思ったんですが、私的にはこちら、天花絵馬くんということで、ピースケくんがね、これを演じるんじゃないかなっていうふうに予想しています。はい。で、娘役どうなのかなと思った時に、エロイーズという役があって、これは悪役三役のケンジ、ビルフォールの5歳ということでね、純也千歳ちゃんが演じてた役なんですけれども、この役をこちら、有沙ひとみちゃんが演じるんじゃないかなというふうに予想しています。はい。まあね、まだまだ配役なんて多分当分出ないんですけれども、こうやってね、昔の作品だったので、こう予想をしながら復習したりとか、こう作品をね、復習したりとか、どんな人がどんな役するのかなって勝手にね、予想するのも楽しみの一つだと思いますので、ぜひ皆さんもね、いろんな配役予想して楽しみにしていていただきたいなと思っています。まあね、もちろん配役が発表されたらすぐに皆さんにシェアして、お話ししていきたいと思いますので、一緒に楽しみに待っていましょう。はい。ということで今回は勝手にね、配役予想をお届けしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか？この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。